私生活が謎に包まれている女優、深津絵里さんにまつわる情報を集めました。深津絵里さんの年齢や本名、そして出身や経歴などのプロフィールをご覧ください。年齢を重ねるごとに美しくなる深津絵里さんの女優としての活動経歴や女優としての生き様もチェックしてみましょう。深津絵里の年齢や本名は、出身や経歴などプロフィールまとめのイメージ、目次、1深津絵里のプロフィール、2深津絵里の年齢や本名は、3深津絵里の出身や学歴、4深津絵里の経歴を年齢別に厳選。5深津絵里の女優としての生き様。6深津絵里は2021年で年齢48歳の自然派美人女優。深津絵里のプロフィール、愛称、深っちゃん、本名、口述します。生年月日、口述します。年齢、口述します。出身地、口述します。血液型、O 型、身長、156cm、体重、41kg、活動内容、女優、所属グループ、なし、事務所、アミューズ、家族構成、父。深津絵里さんは1973年1月11日に大分県大分市で生まれました。芸能界に入るきっかけは、東京、原宿で開催されたミス原宿グランプリで優勝したことでした。その2年後に公開された映画、1999年の夏休みで女優デビューした深津絵里さんは、女優として次第に有名になっていきました。深津絵里さんの演技力は高い評価を受け、数多くの演技賞を受賞しています。2020年には2021年後期の NHK 朝ドラヒロインに選ばれたことで史上最高齢のヒロインとして記録されました。深津絵里さんの年齢に関する情報をご紹介します。深津絵里さんの生年月日と深津絵里さんの劣化説の真相、そして深津絵里さんの年齢に対する世間の声も見てみましょう。深津絵里さんの本名もご覧ください。1973年1月11日に生まれた深津絵里さんは、2021年の誕生日で年齢48歳になりました。アラフィフという年代ですが、多くの人は深津絵里さんの実年齢を聞いて驚くようです。深津絵里さんと同じ年齢の芸能人を男女合わせて5人ご紹介します。深津絵里さんと同じ1973年に生まれ、深津絵里さんと同じ職業に就いた俳優、女優たちの経歴を見てみましょう。同じ年齢の芸能人、一人目の宮沢りえさんは4月6日に生まれ、11歳の時にモデルデビューしました。人気はたちまちのうちに沸騰してトップアイドルの仲間入りを果たし、女優デビューした後は日本アカデミー賞で新人賞を獲得してその演技力を称賛され、数多くの作品に出演しています。同じ年齢の芸能人、二人目の松嶋菜々子さんは10月13日に生まれ、高校1年生の時にスカウトされてモデルデビューしました。女優デビューした4年後に NHK 朝ドラ、ひまわりのヒロインに抜擢された後は次々と話題のドラマ、映画に出演して女優として大ブレイクを果たしています。同じ年齢の芸能人、3人目の篠原涼子さんは8月13日に生まれ、1989年に現在の所属事務所のオーディションを受けて合格し、芸能界にデビューしました。東京パフォーマンスドールの一員として活躍した後に女優デビューをして、その高い演技力が注目を集めるようになっています。
同じ年齢の芸能人4人目の大泉洋さんは4月3日に生まれ、大学在学中に芸能活動を開始しました。1996年10月から出演した HTB 北海道テレビの深夜番組、水曜どうでしょうでブレイクして2004年に東京に進出し、その人気が全国区に達しました。俳優としての地位と名声も年々高まっています。同じ年齢の芸能人、5人目の坂井雅人さんは10月14日に生まれ、大学入学時に官僚の道を諦めて俳優の道に足を踏み入れました。舞台俳優として活躍した後に出演した2004年の NHK 大河ドラマ、新選組の三男系女役で大ブレイクし、その後はドラマ、映画を活動の主体にして活躍を続けています。深津絵里さんの劣化説の真相も調査するべくネット上の声を拾ってみると、ここ数年の深津絵里さんに対して、老けた、という声が増えていることが分かりました。深津絵里さんは前述の通り年齢が48歳ですので、若い頃に比べると老けたと思われるのは当然でしょう。しかし、劣化した、という声はほとんどありませんでした。こちらのツイートをした方は、年齢に見合った少女らしさについて語っています。それを身につけている深津絵里さんは年齢を重ねるごとに美しくなっているのです。深津絵里さんの年齢に対する世間の声をチェックしてみると、老けたという声と同様に、年を取ったけど若い頃より綺麗という声も少なくないのがわかります。年を取ったイコール劣化とは限らないのです。深津絵里の本名は、深津絵里さんの本名について調査しました。深津絵里さんと同年代の俳優、女優の中には本名ではなく芸名で活動している人が多いのですが、深津絵里さんはどうなのでしょうか。深津絵里は本名で活動。調査の結果、深津絵里さんは本名で活動していることが確認できました。しかし、デビュー当時は本名ではなく芸名を名乗っていました。デビュー映画にはその頃の芸名でテロップが表示されています。過去の別名義は本名ではない。前述の通り、過去の別名義は本名ではありません。深津絵里さんが最初に名乗った名前は、水原理恵でした。1988年にアイドル歌手としてもデビューした時には、水原理恵だけではなく、高原理恵名義でも活動しました。水原理恵はミステリアス、高原理恵はボーイッシュという具合にキャラを使い分けていたのです。その後、水原理恵と高原理恵を封印し、本名の深津絵里名義で活動するようになっています。深津絵里の出身や学歴、深津絵里さんの出身地を見てみましょう。深津絵里さんの出身地とともに、深津絵里さんと同じ出身地の俳優、女優もご紹介します。深津絵里さんの出身高校や大学について調査した結果もご覧ください。深津絵里の出身地は大分県大分市。深津絵里さんの出身地は大分県大分市です。色白美人の深津絵里さんは東北出身だと思っている人もいて、実際の出身地が大分県大分市であることに驚く人も少なくないようです。出身地、大分県大分市はどんなところ?出身地、大分県大分市はどんなところなのかを解説します。大分県は九州にある温泉の源泉数と湧出量日本一を誇る県で、大分市はその県庁所在地です。
大分市は大分県の中部にあり、九州での人口は福岡市、北九州市、熊本市、鹿児島市に次いで5位となっています。大分県が出身地の俳優&女優も調査。大分県が出身地だという芸能人は多数に上ります。その中から深津絵里さんと同じ分野で活躍している俳優と女優に絞って調査しました。その結果選んだ俳優と女優合わせて3人の経歴をご紹介します。大分県出身の俳優&女優市祐介サンタマリア。大分県出身の俳優&女優、一人目の祐介サンタマリアさんは、1971年3月12日に生まれました。1994年からラテンロックバンド、ビンゴボンゴでデビューした後に司会の才能を見出され、さらに俳優としての才能も発揮し、現在は歌手、司会、俳優、タレントという広い分野で活躍しています。大分県出身の俳優&女優に小手川優子。大分県出身の俳優&女優、二人目の小手川優子さんは、1959年7月16日に生まれ、1976年に東宝芸能へ入社して同年カネボウの CM で芸能界にデビューしました。映画、星と嵐で女優デビューした後はオファーが殺到し、数々のドラマに出演して多くのファンに、お嫁さんにしたい女優、と呼ばれるようになっています。大分県出身の俳優&女優三財前直美。大分県出身の俳優&女優、三人目の財前直美さんは、1966年1月10日に生まれ、1984年に日本エアシステムジャスの沖縄キャンペーンガールに選出されたことで芸能界デビューし、同年放映のドラマ、六本木天使で女優デビューしました。出演したドラマは現在までに100本以上に上る人気女優です。深津絵里の出身高校や大学は、深津絵里さんの出身高校や大学も見てみましょう。少女時代は歌手志望だった深津絵里さんは高校時代には日本音楽学校音楽科に通っていました。芸能界デビューした後は堀越高校に転校して卒業しています。高校卒業後の深津絵里さんは大学に進学せず、芸能活動に全力を傾けてきました。サム深津絵里の若い頃は、当時の人気や経歴などまとめ、若い頃のエピソードも、演技派として名高い女優、深津絵里さんの若い頃に迫ります。深津絵里さんの若い頃当時の人気や経歴、深津絵里の経歴を年齢別に厳選。深津絵里さんの経歴を年齢別に厳選してご紹介します。深津絵里さんの人気と知名度を全国区に広げたドラマから2021年までの活動経歴を順を追って振り返っていきましょう。経歴、年齢24歳頃、ドラマ、踊る大捜査線。出演、24歳頃の経歴はドラマ、踊る大捜査線。出演です。深津絵里さんは1997年1月から放映された、踊る大捜査線で大成功を収めました。それまでの9年間でもその演技力は高評価を受けていたのですが、踊る大捜査線に出演したことで深津絵里さんの存在はより広い層に知れ渡り、大人気を博したのです。経歴、年齢28歳頃、ドラマ、恋の力で主演。28歳頃の経歴はドラマ、恋の力で主演です。2002年1月から3月まで放映された恋の力で主役を演じた深津絵里さんは踊る大捜査線でのキリリとした女刑事とは全く違うタイプの可愛らしい女性を演じ、さらに人気を高めました。
経歴、年齢36歳頃、映画、ザ・マジック・アワーで快挙。36歳頃の経歴は映画、ザ・マジック・アワーでの快挙です。2008年に公開された映画、ザ・マジック・アワーでの深津絵里さんはコメディエンヌの才能を見せつけました。最有機で共演した時に好印象だったという理由で深津絵里さんを起用した三谷幸喜さんは、歌でも芝居でも本当に勘の良い人、と絶賛しています。経歴、年齢37歳頃、モントリオール映画祭にて最優秀女優賞受賞。37歳頃の経歴はモントリオール映画祭にて最優秀女優賞受賞です。深津絵里さんは2010年に公開された映画、悪人において、モントリオール世界映画祭で最優秀女優賞を受賞しました。しかし、功績はそこにとどまりません。その年度の日本アカデミー賞で最優秀主演女優賞を獲得し、同年度に上映された、踊る大捜査線 The Movie 3で助演女優賞を受賞したのです。日本アカデミー賞でダブル受賞するというのは、女優では史上8人目の偉業でした。経歴、年齢41歳頃、映画、寄生獣。出演、41歳頃の経歴は映画、寄生獣。出演です。2014年に前編が、翌年に完結編が上映された映画、寄生獣では、人間の頭に寄生した人外の生物、パラサイトという難役を配された深津絵里さんは、その役を見事に演じ切って業界と観客の称賛を受けました。経歴、年齢42歳頃、主演映画、岸辺の旅がカンヌ国際映画祭出品。42歳頃の経歴は主演映画、岸辺の旅がカンヌ国際映画祭出品されたことです。2015年に上映された映画、岸辺の旅はカンヌ国際映画祭のある視点部門に出品されました。黒沢清さんが監督賞を授与され、深津絵里さんもキネマ旬報ベスト10と高崎映画祭で主演女優賞を獲得しています。